まあ、このベルトは今世界で一番価値のあるベルトだと思ってます。リベンジを誓う挑戦者、村越裕太。この戦い方じゃ春日選手に勝てないと思います。さらに強くなってきます。ベルトを取りたいっていう気持ちがすごい伝わってきたので、その気持ちに応えて倒してやろうかなと。全身全霊、1位とチャンピオンの差を明確に。ライズバンタム級タイトルマッチ9月25日、後楽園ホール。